施術体験のその後を大公開。続いてはニキビ除去を体験した AD 向井ちゃん。施術していただいたのはイデア美容皮膚科クリニック原先生。顔全体に赤みがあり、大きなニキビも眉間にできてしまっている AD 向井ちゃん。この顔がどうなったのか施術を見てみましょう。フルーツから取れるグリコール酸などを使用して古い角質を取り除き、肌の新陳代謝を促すケミカルピーリングでニキビ除去を行いました。顔全体にグリコール酸を塗っていきます。塗ってから乾かすまで時間は3分ほどです。短くても長すぎてもダメらしいです。なんかすごい触りたくなる。そうなんですね、ちょっとムズムズしちゃう。3分経ったらアルカリ性の薬剤で中和、酸が過剰に皮下組織を溶かしてしまうのを防ぎます。酸によって熱を持った部分を軽く冷やしたら、鼻の中に詰まってるものを取らせてもらいます。今軟化した状態で取りやすくなります。薬によって柔らかくなった角質を削っていきます。このようにして顔全体の角質を取り除いたら、肌の栄養となる美容液を染み込ませます。この時使用するのがこちらのバイオニックセルサー。およそ20分微弱電流で角質層を緩めて美容液の浸透を促します。バイオニックセルサーってよく前は外科とかのオペの後とかに使われてたりとかしてる機械で、切ったりもするじゃないですか、オペって。だから傷口をこう残さないようにしてくれる、自然の自己治癒力を上げてくれる機械になります。ケミカルピーリングは2週間に1度平均5、6回行うそうです。1回目の施術結果がこちら。眉間の大きなニキビは薄く小さくなり、肌のくすみも綺麗になりました。 AD 向井ちゃんはその後2週間に1回のケミカルピーリングに通い、計6回の施術が完了。施術前は顔全体が赤みで覆われ、大きなニキビもあった AD 向井ちゃん。施術を続け3ヶ月経った顔がこちら。初めての施術からおよそ3ヶ月、多少まだ赤みが残っていますが、以前に比べるとご覧の通り、眉間にあったニキビはなくなり、顔の赤みも少なくなってきました。朝起きた時に肌がすごいもちもちすべすべだったり、あと化粧水つける時とかもやっぱ全然前の肌と違うな。前はなんかやっぱデコボコガサガサしてる感じだったんですけど、今はあんまり、でもどちらかというとなんかあれすべすべなんじゃないみたいな、すごいそんな感じです。ここで向井ちゃんが施術を受けてどのように変化したのか見てみましょう。施術を受ける前は顔全体がボコボコしてテカリがあった肌でしたが、ニキビもなくなり、肌も白く綺麗になりました。へー、こんなに口コミあるの、参考になりますね。人気
きのクリニックが一目でわかるからいいですね。いい方法が見つけやすいんですね。お母さんやってみたら。先生に相談できるんですか。それは心強いですね。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。